ロシア・ウクライナ各地をミサイル攻撃、キーウでは市民が給水に列。ウクライナで10月31日、各地の主要インフラ施設に対するロシアのミサイル攻撃があった。首都キーウでは市民らが水を求めて列を作る事態になった。ウクライナ当局によると、攻撃によって全国で13人が負傷した。ロシアは今回の攻撃についてウクライナの軍資系統とエネルギーのシステムを狙ったものだとし、すべての目標に命中したとした。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は同日、先週末にロシアの軍艦が攻撃されたことへの対応でもあると述べた。ウクライナ軍は同日夜、発射されたミサイル55発のうち45発を撃ち落としたと発表した。キーウ市のビタリー・クリチコ市長は同日夜、市民の4割が水道を使えず、市内の27万世帯で停電が発生しているとした。空爆の被害が明らかに。ウクライナの重要インフラがロシアの空爆で破壊された様子は、安全保障上の理由から外部にはほとんど公開されない。ミサイルがどこに命中し、どこで外れたかなど、今後の攻撃で利用されかねない情報を提供するのを避けるためだとウクライナ当局は説明している。しかし31日の空爆の被害は至るところで目にすることができた。いくつかの地域では計画停電が実施されている。ウクライナ政府は国民の多くに節電を呼びかけている。ボロディミル・ゼレンスキー大統領は、人々の電力消費はすでに極めて質素な状況だとしている。キーウでは街灯が消され、トロリーバスに代わって従来型のバスが走った。水の供給も停止され、住民らはポンプから汲んだ水を手に入れるため、市内各地で長い列を作った。隣国モルドバにも着弾。リビウ、ドニプロペトロウシク、ハルキウ、ザポリージャなども攻撃を受けた。ウクライナ当局によると、10州の計18施設にミサイルやドローンが命中した。ほとんどはエネルギーを作り出す施設だという。隣国モルドバの当局は、ウクライナが迎撃したミサイルの一つがモルドバの国境の町に着弾したとした。住宅に被害が出たが死傷者はなかったという。モルドバ当局はその後、首都キシナウのロシア大使館の職員1人に国外退去を通告したと発表した。職員の名前は明らかにしなかった。ロシアが併合したクリミア半島の黒海艦隊は先週末、ドローンによる攻撃を受けた。ロシアはウクライナによるものだとしたが、ウクライナはコメントしていない。プーチン氏は31日夜、記者団の質問に答え、今回の空爆は報復の意図もあったと説明した。また、ウクライナの港から穀物を運び出す船の安全な通行を認める国連の仲介による協定について、参加を中断したが終了はしていないと述べた。ウクライナは同日、ロシアが協定から離脱したとし、それでも輸送船はウクライナから出港を続けているとしていた。新たな総司令官の影響か。今回の攻撃は冬を前に重要なインフラを標的にするというロシアの戦略を示す最新の例となった。ウクライナでは冬季、気温が零下20度まで下がることもある。ウクライナはこの日の攻撃について、軍事的な敗北が続くロシアによる反応だとしている。ウクライナ軍は反転攻勢を強め、領土を奪還している。ウクライナのオレクシー・レズニコフ国防相は、ロシアの作戦について、同国のセルゲイ・スロビキン将軍の影響が見られると指摘する。
同将軍は10月、プーチン氏によってウクライナ侵攻の新しい総司令官に任命された。レズニコフ氏は先週、珍しく記者会見を開き、スロビキン総司令官が就任した後のロシア軍について、戦術を変えた。ウクライナの軍とではなく市民と公然と戦い始めたと説明。非常に寒く暗い状況で住民の間に混乱とパニックを引き起こすのが目的だとした。ゼレンスキー大統領はこの戦術をテロと呼んでいる。多くのウクライナ国民は民間人が再び標的になったことに怒っているものの、恐れてはいないとしている。欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長ら欧米の指導者は最近、戦争のルールを定めたジュネーブ条約に基づき、主要な生活インフラへの意図的な攻撃は戦争犯罪にあたると指摘している。一方、ロシアはあらゆる戦争犯罪を否定している。ウクライナのドミトロ・クレバ外相は31日朝、ロシアは戦場で戦わず民間人と戦っていると述べた。こうした見方は同国の多くの人に共通する。ウクライナは都市防衛のために防空能力を高める必要があるとしている。ドイツはすでに物資を供給しており、イギリスとアメリカも続くと発表している。プーチン後のロシア、もっと悪辣な独裁政権の危険性、敗北必須で議論活発に。次に権力を握るのは側近か取り巻きか。欧米でプーチン後のロシアをめぐる議論が活発になっている。期待を込めた楽観論と悲観論が交錯しているが、どちらかといえば悲観論が多い。もっとひどい独裁政権が登場するというのだ。こうした議論が目立ってきたのは、ロシアの敗北は必須と見られているからだ。肝心の武器弾薬が枯渇する一方、徴兵された兵の士気も低いとあれば、そうした見方が増えるのも当然である。ウラジーミル・プーチン大統領自身が14日記者会見で大規模攻撃はもう必要ないと語り、ミサイル攻撃を停止する考えを表明した。ミサイルの在庫が底をついているからだろう。新兵の士気低下は SNS に相次いで流出している動画で明らかだ。徴集兵たちには医療品も寝袋も支給されていない。戦場での敗北はプーチン政権の運命に直結する。ロシアの情勢分析で定評があるアメリカのカーネギー国際平和基金の政治学者タチアナ・スタノバヤ氏は3日、同基金のサイトに投稿したロシアのエリートたちが敗北の可能性を認め始めたと題した記事で次のように指摘している。勝利がないなら2つの選択が残る。体制崩壊につながる敗北か核戦争だ。支配層のエリートたちは9月までプーチンを維持してきたが、今やいくつかの敗北シナリオから選択せざるを得なくなった。それはプーチンを一層弱体化させる。エリートたちはプーチンと違う選択をするかもしれないからだ。プーチン体制が崩壊すれば、次は誰が権力を握るのか。取り沙汰されている名前を挙げれば、安全保障会議書記のニコライ・パトルシェフ氏、対外情報庁長官のセルゲイ・ナルイシキン氏、連邦保安庁 FSB 長官のアレクサンドル・ボルトニコフ氏の3人を筆頭に、モスクワ市長のセルゲイ・ソビャーニン氏、ロシア首相のミハイル・ミシュスティン氏らである。さらに強硬派のチェチェン共和国首長ラムザン・カディロフ氏や傭兵派遣会社ワグネルグループの創始者エフゲニー・プリコジン氏の名も挙がっている。彼らはいずれもプーチン側近か取り巻きだ。彼らが政権を握れば、よくてプーチン政権のバージョン2、あるいはもっと悪辣な独裁政権になるだろう。 NATO 北大西洋条約機構の最高レベルではこの悲観論が有力で、そうなったら厄介なので外交交渉による解決論が優勢になっているという指摘がある。
別のシナリオを期待する声もある。ワシントンポスト紙は12日付の社説で、今獄中にある反体制派のアレクセイ・ナワリヌイ氏が指導的立場になれば理想的だと書いた。ロシアの敗北は世界情勢を激変させる。例えばプーチン後のロシアが経済制裁を解除してもらうために親米路線に舵を切ったら何が起こるのか。北方領土返還につながるかもしれない。1972年のニクソン訪中から始まった米中和解が冷戦構造を一変させた前例もある。果たして岸田文雄政権と野党に戦後に備えた大戦略はあるのか。日本の政治家たちとマスコミのピンボケぶりには唖然とする思いだ。長谷川幸寛、ジャーナリスト、1953年千葉県生まれ。経大経済卒、ジョンズ・ホプキンス大学大学院 SAIS 修了を、政治や経済、外交安全保障の問題について独自情報に基づく解説に定評がある。政府の規制改革会議委員などの公職も務めた。